はい、こんにちは、116インズです。当チャンネルでは毎年開幕前にブレイク候補、バウンスバック復活候補を予想しています。2022年シーズンの予想は特にバウンスバック候補は悪くない予想ができましたので、自信を持って今年の予想の方を行いましたが、今回はその予想がシーズン終わってどれだけ正しかったかをチェックする動画となります。なりますが、まあ、最初に言っておきますが、今年は全然良くなかったどころか、正直かなり広かったですね。なんでこうなっちゃったかなと。 ということで予想の何が悪かったかをしっかり反省して次の予想に活かす趣旨の方が強い動画となりそうですがどうぞお付き合いいただければと思いますそれでは行きましょう まずは今期のブレイク候補、バウンスバック候補をおさらいしていきましょう。所属チームはすべて開幕前の時点となりますが、ブレイク候補はハンター・グリーン、リード・デトマーズ、ミッチ・ケラジョーイ・バート、ホセ・シリ、ブライアン・デラ・クルーズ、ビニー・パス・カンティーノの7人。バウンスバック候補はクリス・セール、ランス・リン、ノア・シンダーガード、ウィル・マイヤーズ、ジョーイ・ギャロ、アダム・フレイジャー、ジェシー・ウィンカーの7人、計14人でした。 まあこのリストを見た時点で成績を見るまでもなく今思えばだいぶヤバそうな予想であることはわかりそうですがまあ開幕前の自分はこのあたりの選手たちが活躍するのではないかと思っていたわけですではこの合計14人の選手たちのベースボールレファレンスサンスのウィンザーブリプレイスメントが昨年から今年でどう変動したのかこちらです もうね、やばいですよね。ちょっと自分でも笑っちゃうくらいに、いや、笑っちゃいけないんですけれども、それくらいに、まあ、ひどいありさま。昨年から一応、ウィンザーブプレイスメントがアップした選手は、ケラー、シリー、セール、ギャロ、フレイジャーの5人ですが、 まあ、ものすごく成績を伸ばした選手は限られていますし、ウィンザー・リプレイスメントがマイナスに転じてしまった選手がなんと5人も、昨年もマイナスだったウィンカーも含めると6人もマイナスということで、なんとまあ、ひどいこと。今回はなんでこんなことになってしまったのかを、要因別に見ていければなと思っています。まず1点目は怪我ですよね。 ルーキーヤの2022年はアプローチ、打球指標ともに最も近い選手がドジャースのフレディ・フリーマンとされたパスカンティーノですが、今季は61試合で打率2割4分7人、ホームラン9本、OPS7 割6分2人、WRC プラス103と全く力を発揮できず、さらに調子を上げる前に6月に右肩の怪我でシーズン終了、怪我さえなければという感じの成績ではなかったかもしれませんが、完全に調子を取り戻すチャンスもなく怪我でシーズンが早い段階で終わってしまったことで、予想を大きく外すこととなってしまいました。 また、ハンターグリーンについても、6月17日までは防御率3.93、FIP3.56 と昨年から確かな成長を感じさせる内容ではあったものの、その後腰の怪我で2ヶ月ほど離脱となってしまい、復帰後はなかなか本来のピッチングはできず防御率6.52と散々な内容。怪我の予想は当たり前ですけど、どうしても難しいので、それで予想を外してしまったのはまあ仕方がない側面が大きいですかね。続いて一部期間のパフォーマンスを信用しすぎた部分もありました。 具体的には昨年後半戦の内容が良かったデラクルーズとリン、あとはマイナー最小覚悟調子が良かったバートあたりでしょうか。デラクルーズは昨年後半戦めちゃくちゃ打ちまくり、それこそリーグ屈指の強打者たちと肩を並べるレベルで打ちまくっていましたので、課題の三振の多さを克服すればモンスター級の一年を送るかもなんて期待もしていて、で実際に三振を減らしてくれたんですが、それと一緒にパワーンもダウンしてしまったのが痛かったかなと、このあたりはパワーとコンタクトの両立の難しさを感じるところもありますね。 リンについては昨年前半戦の不振は怪我の影響が大きいと考えたんですが、今年も前半戦がなかなかにひどく、夏場にドジャースへ移籍してからはいくらかマシになりましたが、彼に関してはシンプルに速球がかつてのように通用しなくなりつつある、年齢的な衰えが出ていそうなのが残念なところです。バートについてはそもそもメジャーレベルで通用せず、ジャイアンツのキャッチャーのデプスチャートにおいてもベイリー、セイボールに続いて3番手にまで交代してしまい、ブレイク以前にどうしてこうなっちゃったかなという印象です。 こういった予想に際しては短い期間のサンプルで評価せざるを得ない部分もありますが今回は見事に悪い方向に働いてしまいました。 続いて3つ目何かが起こるんじゃないかという過度な期待ですね。シンダーガード、マイヤーズの予想を大きく外したのはこれのせいかなと、シンダーガードについてはオフに急速回復に取り組んでいたこと、さらには選手の力を引き出すのがうまいドジャースへの移籍ということで何か起きるんじゃないか、ドジャースが根拠もなく獲得するわけもないだろうというバイアスがかかっていたと思います。実際にはそう簡単に一度落ちた急速は回復しませんし、ドジャースの分析力も万能ではありません。 シンダーガードが炎上するたびにこの予想をした自分の心はとても痛みました。マイヤーズについては近年打撃面であまり結果は出ていないけれども、打者に有利な環境であるレッズの本拠地グレートアメリカンボールパークへの移籍により、昨年のブランドン・ドルーリー的な活躍があるんじゃないかと期待しましたが、 まあみんなそれができるならレッツの野手補強は苦労しませんよね。近年バッティングでインパクトを残していない選手が打者有利な環境に移籍したとしてもなかなか急には変われないと。ただマイヤーズについてはまさか6月でチームからリリースとなるくらいにひどいバッティング。具体的には37試合で WRC プラス43を叩き出すほどに活躍できないとまでは思いませんでしたけどね。反省点、最後ジェシー・ウィンカーという選手を諦めきれなかった私の気持ちに対する反省です。 レッズ時代は強打者として活躍し、2021年にはオールスターにも選出されたウィンカー。そんな彼が2022年に野手補強の目玉的な形でマリナーズにやってきて、心の底から活躍に期待したわけですが、マリナーズでは例年のウィンカーほどのバッティングを見せることはできず、昨年12月にブルワー,ーズへトレード。どうしてもウィンカーを諦めることができなかった私は、今年復活するんじゃないかと予想しましたが、結果はマリナーズ時代よりもひどいバッティングに終始するというまさかの結果でした。 2022年は怪我を抱えながらのプレイが成績に悪影響を及ぼしたのではないかとされたウィンカーですが、今期も怪我で離脱した期間がありますので、まあ怪我のせいと考えることも一部はできるんですが、さすがに今季61試合で WRC プラス65という結果は、それだけでは説明しきれないかなと。 昨年オフに手術を受け健康面の問題を解消するとともに、打者にとっては地獄のような環境である T モバイルパークを脱出したこと、さらには慣れ親しんだ NL 中地区に復帰といろんな要素がウィンカーにとって追い風になると思ったんですが、もはやウィンカーがレッズ時代のような強打者でないという事実がただただ悲しいです。このあたりがまあ大きな反省点かなと思っていますが、数少ない良かった点を振り返るとしたらブレイク候補で補正シリをチョイスしたことくらいでしょうか、これだけは悪くなかったと思っています。 シリは昨年バッティング面でインパクトを残したわけではなかったんですが、昨年の最速の打球初速自体は MLB 上位20%であることに着目し、バレルの割合を増やせれば元々の身体能力の高さですとか、キアマイヤーが抜けたレイズでは安定した出場機会も得られるだろうということで、20本20盗塁の2020も狙えるのではないかと予想。 実際に今年のシリはバレル率を大幅に上げたことで今季キャリアハイとなる25ホーマーを記録し今年強かったレイズ打線を下位で支えました思ったほど盗塁が伸びませんでしたので当初予想していた2020達成とはなりませんでしたが MLB 最初の2年間で通算11ホーマーだったシリのホームラン爆増を予想できたのはまあ良かったんじゃないのかなとこれは自分を褒めてもいいんじゃないかと思いつつ今年の予想を褒めるとしてもこれくらいしかないのは残念な限りです とということで今年ののののブレイク候補バウンスバック候候補補ババンスッ反省会でででししたたた今今年年はは正直さっぱりでしたがただね大事なのはこの後です今年得られた反省をどう生かすかこれこそが大事なことだと思いますので次回以降の予想にどうにか生かしていきたいなとブレイク候補バウンスバック候補を挙げた際に皆さんが予想するそれぞれのブレイク候補バウンスバック候補についてもお尋ねしたかと思いましたがどうでしたかね予想は当たったでしょうか皆さんの予想当たったよ外れたよなどあればぜひお聞かせください ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビン関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。